皆さんこんにちは、安村真奈です。今日は私の毎日メイクを紹介したいと思います。メイクを動画で紹介するのは初めてなのでちょっと緊張してます。ぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。メイクするときは前髪を止めるんですけど、小さい頃前メロちゃんが好きだったんですけど、今友達にサンリオが好きな子がいて、その子とお店に行ったときに買いました、前髪のクリップとまずベースメイクから紹介します。下地は素顔のを使っています。グリーンです。全体に伸ばすんですけど、私は手が好きです。手を使って伸ばします。ムラができないように塗ってます。サラサラになる感じです。この下地は、下地が完成したら次はファンデなんですけど、クリオの大人気キルカバーです。クッションファンデが私は好きです。楽なのでこれを顔全体に塗ります。金網も使ってた気がします。多分愛用してる人多いんじゃないかな。今日のメイクはバレンタインなのでピンクは使うけど大人なメイクにします。バレンタインに好きな人に会う人はしてみてください。クッションファンデは叩けば叩くほど質が良くなるって魔法が言ってました。時間があるときは1曲分くらいぼーっと叩いてます。マスクする時代になってマスク対応のベースメイクを作るようになったから、マスクがなくなったらすごい最強なベースになるよねって魔法と話してました。早くマスクなしで生活する日が来ますように。ファンデが終わったらコンシーラーをしたいんですけど、これも大人気なザ・セムを使ってます。スティックタイプと液体のがある方なんですけど、私はほぼこの液体の方しか使ってないです。なんかクマとかを隠してます。これも指を使ってます。私はスポンジとか使ってコンシーラー伸ばしてくださるメイクさんもいるんですけど、私は指の方が感覚がつかめるので指の方が好きです。スティックは私はこうやって指で取ります。いつも前髪が私長いんですけど、なんか一回すごいここが荒れたことがあって、なんでだろうって思ったら前髪でした。だから前髪ってやっぱ当たると荒れるんだなって思いました。なので普段生活してるときはこの前メロで止めてます。コンシーラーが終わったらパウダーです。一周回ってキャンメイクのみんな大好きマシュマロフィニッシュパウダーにたどり着きました。多分初めてパウダー買うときにこのパウダー買う人が多いと思うんですけど、なんとなくイメージだけど、一瞬回ってなんか使いやすくていいよねみたいな話をマホとしました。これはなんかサラサラになるから私は大好きです。付属のこれを使って伸ばします。ベースメイクが終わりました。私はマット肌派です。眉毛押します。眉毛は眉マスカラだけです。リセノを使っています。これはメアリとマナの大人ヒストリー後編でも紹介しました。液体がたくさんついてるからこうやってティッシュとかでなんとなく拭いてから使います。髪色より明るくなるので垢抜け感が出るかなって思います。ささっと塗ります。若干明るくなったのが伝わってるといいです。アイメイクに入るんですけど、今回使うのは B アイドルのアイシャドウパレットです。なんか大人なピンクカラーがすごい可愛くて買いました。マットなアイシャドウとラメ両方入ってて私はすごいお気に入りです。ブラシを使って私は伸ばします。シュッシュって取ってみたいなところで払って塗ります。めっちゃ発色が良くてサッて塗ったら私は終わりです。私は二重幅に伸ばしてます。これは軽く塗ったら薬指で軽く伸ばします。最近はまぶたはマットを使うのが好きです。アイシャドウは目が濃いのでナチュラル目にしてます。まぶたは終わりで、次は涙袋
にラメを入れます。このアイシャドウパレットのラメは若干色がついてるのでラメだけでのせるのが好きです。でこれも軽くのせたら指でぼかします。目が華やかになると思います。私はアイラインを普段引きません。なので次はもうマスカラをします。マスカラはブラウンを使ってるんですけど、ヒロインメイクのブラウンマスカラを使ってます。ヒロインメイクがやっぱり一生好きだなって私は思います。で私マツパをしててビューラーは使ってないです。私ビューラーめっちゃ苦手だったからマツパをしてすごい楽になりました。ビューラーはマホとかカナミを参考にしていただけるととってもいいと思います。2人のまつげはいつあっても上手に上がっててすごいなって思うし、マスカラは上のまつげだけになります。でなんとなく鏡見ながらアイシャドウここ伸ばしたいなとか指で調節したりしながら納得いくまでします。本当にまつげ上がってると顔の調子がとってもいいです。アイメイクが完成しました。次はハイライトを入れたいと思います。セザンヌのこれもマホから教わりました。めっちゃツヤヤンとするのでお気に入りなんですけど、指で鼻にのせて、あと唇のこの山のところにものせます。ハイライトは軽めにつけるようにしてます。続きましてチークです。チークはビセノを使っています。中にブラシがついているやつなのでとっても便利です。サッと取ってサッとつけてます。チークはない派だったんですけど血色が良くて顔に幸福感が出るかなってなんか勝手に思ってます。あとバレンタインなのでなんかハッピーな感じにします。はい、チークはササッとするので実際あって若干ほんのり色ついてるかなくらいにつけます。もうリップで終わりです。まず保湿リップをベビーワセリン、きっと一生好きです。これはメイクさんもたくさん使ってる方がいて保湿力がすごいので大好きです。これは指でつけます。なんとなく保湿されたら一旦ティッシュオフします。艶やかになりすぎるので。今日使うリップは2本使います。アナスイのとウズのブラウンリップを使うんですけど、このアナスイのリップの方はめっちゃ鮮やかな色なんですよ。だからこれだけだと私の顔に合わないので、これを塗った後にダーク系のリップを塗って調節します。先にこのアナスイの鮮やかな色の方を塗るんですけど、ベタって塗ると本当に発色がめちゃめちゃいいのでポンポンポンってつけて伸ばします。アナスイのリップだけだと結構がっつりピンクな感じです。ブラウンリップをつけます。ちょうどいい組み合わせです。最近は2本使いにハマってます。これも伸ばして、私は結構リップで顔が決まるねって言われるようなタイプなのでリップはしっかりめが好きです。でもマスクしちゃうからちょっと悔しいんですけど、以上で顔は完成しました。はい、次にヘアアレをしたいと思います。分けてたので結構前髪がいろんな方向を向いてるので水で濡らしてブローするんですけど、その間に私はアイロンを温めます。アイロンは小泉って書いてあります。高一もみんなこの種類なぜか持ってて、みんなでなんか共有するときは自分のをちゃんと持って帰れてるか不安になります。ストレートアイロンの方で前髪をセットするんですけど、前髪は140度です。髪を巻くの私本当に巻いてんのかくらいの緩巻きが好きなので 32mm で170度に設定します。水で根元からしっかり濡らすんですけど、水道の水でバーって濡らしてもらっても構いません。でなんか手でバーってこうやってしてドライヤーで乾かします。こうやって当てながら手ぐしみたいな感じでこうやってまっすぐ下に下ろしながらシースルーにしてるので、このサイドの髪を横にこうやって分けながら乾かしています。半分くらい濡れててもいいです。
だいたい前髪がこの目尻と目尻の幅くらいにシースルーになってて、そのサイドにちょっと短い髪の毛がある感じです。ストレートアイロンでまず前髪をセットします。で、このまずシースルーの方を持って根元からシュッとくるんと軽くして、で、一旦広げるんですけど、あ、もうちょっと巻きたいなとか思った時はもう一回やります。でも私はもう一発です。いつも私は長めが好きなので、若干目にかかるかかからないくらいかの長さです。で、次にこのサイドの毛を巻くんですけど、持って外側に毛先だけ若干くるっとするように巻きます。左側は右でするとこうなっちゃって、なんか左とバランスがおかしくなるので、左だけは左手で頑張ってます。挟んで、なんか毛先だけくるんってします。串で整えて、合格かなって確認して、合格が出たら髪を巻きます。髪を巻くときはベースみたいなのをつけてます。これはカールがくっきりつくのと熱から守ってくれるような感じです。で、こうやって手で伸ばして髪の毛の、私は毛先の方を巻くので、こうやって両手で下の方に広げていきます。外側だけじゃなくて、こうやって内側からもやるのが私的のポイントです。で、私は髪の毛を左右半分に分けて巻きます。なんかこうやって半分にしたりブロッキングとかはしないです。私はなんかミックスみたいな感じで若干巻いてます。毛束はだいたいこのくらいなんですけど、上から挟んでくるっと回して、あんまり緩巻きにしたいので、ほぼ時間は置かずシュシュシュッとやっていきます。次の毛束はさっき巻いた側と逆に巻きます。多分これは内巻きです。で、次は一束目と同じ方向に巻きます。で、後ろの方は結構難しいので、ニュアンスかなって思ってるので、あんまり上手に巻けなくても気にしてないです。左側が巻き終わりました。もし巻き残しがあったら最後に巻くので、とりあえず気にせず冷まします、このまま。で、その間にこの右側を巻くんですけど、全力でこれをほぐすのでほぼ巻いてないみたいな感じになるんですけど、その緩さが私は大人っぽくて自然体で素敵だなって思ってます。いつもヘアオイルを手につけてほぐすんですけど、ラブカのヘアオイル、これはインスタでも紹介してます。 M プラスっていうオーガニックバター、こっちがなんか濡れ感が出る方で、こっちは固めなんですけど、この濡れ感が出るやつを使いたいと思います。手に出して、手で伸ばして、上からこうやってほぐしていきます。もう全体的にサササッとするんですけど、私は巻いてるか巻いてないかの方が好きなので、結構しっかりほぐします。で、この時になんかこの根元のところとかもサッとこうやってやってます。で、前髪は昔はオイルつけてたんですけど、最近はサラッとが好きなので、このサイドの毛だけにつけてます。今日前髪いい感じ、やった。この耳の横に短い毛がいるのを忘れてました。耳の横の毛もちゃんと巻き忘れなくします。右耳に髪の毛をかけたら完成です。最後まで見ていただいてありがとうございました。今回初めて毎日メイクを紹介したんですけど、ちょっとうまくできてるかわかんないですけど、参考にしていただけたら嬉しいです。この動画がいいと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ハッピーバレンタイン。